はい、どうも永田です。あら、これレベル1に戻るんだ。あ、この子も使えるようになるんだ。誰やったっけ、ジーナか。はいはい、今回バリーにしてみましょう。で、アサルトライフル、とりあえず、エピソード1クリアしたので、エピソード2行くまでの間、とりあえずレイドモードで遊ぼうかなと。デイリーミッション、やってみましょう。レベル1でクリアできるかな。ハンドガン強くねえな。あ、ライフルでいいや。これかな。
ったね。このショットガン弱えな。一応一通り倒したか。だと3体出てくるんかな。これで全部倒したな。おや、クリア。OK、ありがとうございました。5000ポイント上がる。ライフクリスタルはミッション中に体力にゼロになった際その場合出てきるアイテムと。武器改造らはできないよね。思いのほかショットガンが弱い。
この子は何ができるんだろう。こんなんもあるんだ。で、あ、ここで買い物もできるってわけだね。これ欲しいな。コンセントレート。アウトレイジ。これも欲しいな。改造で、アウトレイジ。これで一気に強くなったでしょ。はい、というわけで、まあ、今回はここまでしましょう。次回は、まあ、続きができたら続きの方をやっていきたいと思います。今度が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。タタでした。